な顔だったって白鳥の停車場を過ぎたら容疑者はサージャンクロス石炭袋を目指して胸の霧もきっと晴れるのでしょう。窓の外眺めをまるで思い出みたいな見えない日常を真っ黒なこのキャンバスに散りばめて輝くよ。何億光年ワープしたらあなたに届くの。ペンキンふるさとの海の塩辛さも忘れて